分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のこと笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。こんにちは、タクトです。すいません、いきなり拙い歌から始まりまして、皆さん歌それから声にコンプレックスを持ってる方ってすごい多いと思うんですよ。そして何を隠そう、僕もその一人で、先ほど聞いてもらった通り、こうなんか表層、海の表層のようなこう薄っぺらくてこうキンキンした何の深みもない声なんですよ。でね、今流行りのゆうりさんのドライフラワー聞きまして、もう驚愕しました。あのしゃがれ声の中にも繊細さ、切なさがある、めちゃくちゃいい声やなと思って、で僕も近づきたいなと思ってゆうりさんに。ただ声帯でも生まれつきついてるものなので、なかなか変えるの難しい。でもあの声になりたい、どうしようということで、私いい方法を思いつきました。酒明けです。なので今回はタイトルにもある通り、日本酒をちびちび飲みながら、どれぐらいの量でゆうりさんに近づけるかを検証していきたいと思います。ではやっていきましょう。では記念すべき1おちょこ目、サビだけにします。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの、トライ
やすくなったかもしれないです。しゃがれてるかは知らんけど。1号分なくなりましたでもなんか喉焼ける感じがあるのでちょっと変わってきてるかもしれないです。では行きます。するんですけど、気のせいかな。現在1合半か1合半いただきました。だいぶ来てます。ちょっとハイペースに飲みすぎましたけど、声がなんとなくかすれてるような気がします。かけるためにタバコ吸ってきます。タバコとお酒でこの二重の攻撃で喉を潰していこうと思います。現在2合飲み終わりました。歌います。3合飲み切りました。見た
から